ブンブン、ハロー YouTube、どうもサルです。今回は特別定額給付金の10万円を iPhone から申請する方法をご紹介します。もちろん Android スマホからも行うことはできますが、Android の場合は対応できないモデルも多々ありますので、この動画の概要欄の方に掲載している対応しているスマートフォン一覧というところから、今回の申請に使うご自分の Android スマホが対応しているかどうか事前にチェックする必要があります。やはりおすすめなのは簡単に申請することができる iPhone を使った方法になります。そして申請を行う前にまず手元にご用意いただきたいものが今画面に表示するものになります。まずは iPhone、そしてマイナンバーカード、さらにはマイナンバーカードを作った際に設定しているパスワード、その中でも署名用電子証明書の暗証番号、もう一つは件名事項入力補助用というパスワード、この二つのパスワードが必要になります。最後は今回の10万円を振り込んでもらう口座情報がわかる通帳など、これらのものを手元に用意してください。用意できましたら申請をスタートすることができます。はい、では今から特別定額給付金の10万円をiPhone から申請する方法をご紹介します。まずは iPhone の中の App Store というアプリを起動します。この App Store から今回の申請に必要なアプリをインストールします。App Store を起動しましたら、上の検索部分にマイナポータルと入力します。そして検索という青いボタンをタップします。そうしますと一番上にマイナポータル AP というのが出てきます。すでにこの端末では一度このマイナポータル AP を入力していますので、ボタンがこのような雲のマークに変わっていますが、初めてインストールされる方は入手というボタンになっているかと思います。入手というボタンをタップして、このマイナポータル AP というアプリをインストールします。初めてインストールをする方の場合は、パスワード入力画面などが出てきますので、画面に表示される指示に従って、パスワードの入力などを行ってください。インストールが完了しますと、開くというボタンに変わっているかと思います。この開くというボタンをタップして起動します。アプリを起動しますと、このような画面になります。この中の一番上、マイナポータルにスマホでログイン。この部分をタップしてください。そうしますと、このようなマイナポータルという画面が開きます。今回は特別定額給付金の10万円を申請しますので、この部分、申請はこちらというところをタップします。そうしますと、続いてぴったりサービスという画面が開きます。こちらの画面を少し下の方にスクロールしていきます。そうしますと、丸1、地域を選んでくださいというところがあるかと思います。こちらでお住まいの地域を入力します。まずはこちら、都道府県を選択というところをタップします。そうしますと、都道府県入力画面が画面下の方に出てきますので、お住まいの地域を選択します。例えば、東京都の場合ですと、東京都を選択して、右の方に出ている完了というボタンをタップします。続いてその左、市町村を選択というところが出てきます。こちらも同じようにタップしてお住まいの市町村を設定します。大田区の場合ですと、大田区と入力して同じく完了というこちらの青いボタンをタップします。続いて丸2の方に入ります。検索方法を選んで手続きを検索してくださいというところです。今回申請するのは繰り返しになりますが、特別定額給付金の10万円となりますので、この赤くなっている特別定額給付金の左の四角のところをタップしてチェックをつけます。そうしますと下に、この条件で探すという赤いボタンが出てくるのがわかるかと思います。この赤いボタン、この条件で探すというところをタップします。そうしますと続いてこのような画面になります。まずはこの特別定額給付金というところをタップしてチェックをつけます。このように黄色のチェックがつくかと思います。そうしますと下の方にスクロールしていきます。
今度はこの下に出てくる赤いボタン、申請するというところをタップします。電子署名が必要な手続きが選択されています。マイナンバーカード、IC カードリーダーライター、マイナポータル AP のインストールが必要ですというメッセージが出ます。このメッセージが出ましたら、右下に出ているこちらの OK というところをタップします。続きまして、申請方法の確認という画面になります。この画面が出ましたら、下の方にスクロールします。そして下の方に出ている次へ進むという赤いボタンをタップします。続いて電子証明付与の動作環境確認という画面になります。こちらの画面が出ましたら下の方にスクロールしていきます。そしてステップ3。マイナーポータル AP がインストールされているか確認の上チェックしてくださいというところ。すでにこの iPhone にはマイナポータル AP を最初にインストールしましたので、インストールされていますという隣にある四角にチェックをつけます。続きましてステップ4。お手元に電子署名付与時に必要なものが揃っているか確認の上チェックしてくださいというところ。すでにマイナンバーカードやパスワードを用意していただいていると思いますので、マイナンバーカードを持っています。署名用電子証明書の暗証番号を覚えています。この両方の四角にチェックをつけます。そして一番下、次へ進むという赤いボタンをタップします。続きまして、ご連絡先の入力という画面になるかと思います。この画面、下の方にスクロールしていただくと、メールアドレスや電話番号を入力するところが出てくるかと思います。このメールアドレスか電話番号、どちらかに入力します。今回はメールアドレスの方を入力したいと思います。メールアドレスは2回同じメールアドレスを入力します。メールアドレスの入力が完了しましたら、下の方に出てくる次へ進むという赤いボタンをタップします。続きまして、申請者情報の入力という画面になります。この画面が出ましたら下の方にスクロールします。そして、マイナンバーカード読み取りという緑のボタンが出てくるかと思います。この緑のボタンをタップします。そうしますと、マイナンバーカードの読み取りという画面に行きます。この画面下の方にスクロールしていくと、カードを読み取るという赤いボタンが出ているのがわかるかと思います。このカードを読み取るというボタンをタップします。そうしますと、件名情報の読み取りという画面になります。マイナンバーカードの件名事項入力補助用というところの下に数字4桁のパスワードを入力するところが出ているかと思います。こちらにパスワードを入力してください。パスワードを入力しましたら、下に出ているオレンジの次へというボタンをタップしてください。続きまして、この画像のように、マイナンバーカードを iPhone の後ろ側にくっつけてください。くっつけた状態でこの下に出ているボタン、読み取り開始というところをタップします。成功しますと読み取りが完了しましたというメッセージが出ます。サマリを確認してくださいというメッセージが出ますので、この閉じるというボタンをタップします。そうしましたら画面をサファリの方に切り替えます。このコンパスのアイコンのアプリがサファリになります。このサファリを起動します。そうしますと先ほどマイナンバーカードから読み取った個人情報がサファリのぴったりサービスの申請者情報の入力画面に反映されているかと思います。ただ自分の場合ですと氏名の漢字の方は転送されていましたが振り仮名は転送されていませんのでこのように空白になっている部分については、こちらの画面で入力していきます。同じように下の方にスクロールしていき、入力欄の中に空欄になっているところがありましたら、実際に入力していきます。一つ注意点としましては、このように郵便番号の欄が何も入力欄が表示されていない場合、このサファリに広告ブロックのアドインを組み込んでいる可能性があります。
その場合は一度広告ブロックの機能を解除した上でもう一度この画面を開いてください。すべての入力が完了しましたら、こちらの画面下にある次へ進むという赤いボタンをタップします。そうしますと、続いて申請情報の入力という画面になります。この画面下の方にスクロールしていきますと、提出先の市町村、それから世帯主の情報などの入力欄が出てきます。ほとんどの情報がマイナンバーカードからこちらに転送されていますので、入力する必要はないかと思いますが、改めて情報に間違いないかチェックしておきます。そしてさらに下にスクロールしていくと、実際に10万円を受け取るために使う口座情報の入力画面が出てきます。銀行口座につきましてはこの画面に入力し、ゆうちょ銀行の場合はこの下の欄の方に入力しますので、さらに下の方にスクロールします。こちらの受け取り口座情報括弧ゆうちょ銀行というところに、ゆうちょ銀行で受け取る場合は口座情報を入力します。すべての情報の入力が完了しましたら、下にある次へ進むという赤いボタンをタップします。続きまして、入力内容の確認という画面が開きます。入力内容を一通り確認し、問題なければ下にある次へ進むという赤いボタンをタップします。続きまして、添付書類の登録という画面が開きます。こちらには書類の画像を添付する必要があります。必要な書類の例としましては、振込先口座の確認書類の写し、申請者名義の通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面等の写しまたは画像、括弧口座番号、金氏名等がわかるものとなっています。先ほど口座番号を入力したと思いますので、お手元には通帳があるかと思います。通帳がある場合は、通帳の画像をこちらに添付します。もちろん、ここに添付する通帳の画像には、口座番号や金氏名等が写っている必要があります。ではこのファイルを選択というボタンをタップします。そうしますと、写真を撮るフォトライブラリーブラウズという項目が出てくると思います。一番上の写真を撮るをタップします。そうしますと、カメラアプリが起動しますので、このまま書類を撮影します。撮影しましたら、右下に出ている写真を使用というボタンをタップします。写真の添付が完了しましたら、下に出ている次へ進むというボタンをタップします。そうしますと、添付書類の確認という画面が表示されます。この画面を下の方にスクロールしていきますと、確認同意事項が書かれていますので、こちらを確認していただき、最後にこの下の赤いボタン以上を確認、同意し、次へというところをタップします。そうしますと、今度は電子署名の付与という画面になります。この画面下の方にスクロールしていただくと、一番下、電子署名を付与するという赤いボタンが出ています。この赤いボタンをタップします。そうしますと、自動的に画面がこの電子署名の付与という画面に切り替わります。こちらであらかじめマイナンバーカードを作成した際に作っていた署名用電子証明書のパスワードを入力します。英数字6桁から16桁で設定していると思いますので、そのパスワードをこちらの枠の中に入力します。入力が終わりましたら、下に出ている次へというオレンジのボタンをタップします。そうしますと、マイナンバーカードを iPhone の後ろにかぶせるようにというメッセージが出ますので、この指示の通り、マイナンバーカードを iPhone の後ろにくっつけた状態で読み取り開始というこちらのボタンをタップします。読み取りが完了しましたというメッセージが出ましたら成功です。サファリを確認してくださいというメッセージが出ますので、閉じるというところをタップします。そしてもう一度サファリの方に戻ります。サファリの画面に切り替えますと、自動的にサファリの画面の方は送信を実行という画面に切り替わっているかと思います。この画面下にスクロールしていくと、
送信するというアーカイブボタンがありますので、こちらをタップします。送信完了。申請先に送信が完了しましたという画面になりましたら、これで全ての手続きは完了です。今回申請した内容の控えをダウンロードしたい場合は、この画面の下に出ている控えをダウンロードする、または登録アドレスに送信、このどちらかのボタンをタップします。今回はこちら、登録アドレスに送信のボタンをタップします。控えが必要ないという方の場合は、この作業は不要です。ということで、いかがだったでしょうか。iPhone で申請を行う場合、マイナンバーカードのサービスを利用するマイナポータルというアプリを使ったり、また途中で画面をサファリに切り替えたりと、アプリ間を行ったり来たりしなければならず、多少やりづらいというところはあるかもしれませんが、なんといっても自宅にいながら特別定額給付金の10万円を申請することができますので、人と会うことなく安全に申請することができますので、今回ご紹介した方法が一番おすすめの方法となります。それからこの方法で申請した方の多くが気になる、本当に申請はできているのかどうかということですが、自分の場合は夜 iPhone からこの申請を行いました。そして翌日、今画面に表示しているようなメールが届きました。一部個人情報の部分にはモザイクを入れていますが、メールの内容としましては、電子申請データ授与のご連絡ということで、要は届け出を出した都道府県に問題なく申請データが届いているという内容になっています。繰り返しになりますが、自分の場合は夜 iPhone から申請をして、このメールが届いたのが翌日になりました。ですので、申請をした直後にはメールが届きませんので、本当に申請できているかどうかわからないところはありますが、とりあえず1日待ってみて、このようなメールが届いた場合はうまく申請できていますので、あとは給付金が登録した口座に振り込まれるのを待っておくだけとなります。申請直後は本当にうまくいっているかどうか不安になるかとは思いますが、とりあえず1日待ってみて、このようなメールが届いているかどうか、そしてもし届いていない場合は、迷惑メールフォルダの方にこのメールが入っていないかチェックした上で、もし届いていないようならば、申請先の都道府県の方に確認してみるのがいいかと思います。ということで今回は各都道府県で申請の受付がスタートした特別定額給付金の10万円を iPhone から申請する方法をご紹介しました。なお、今回は iPhone でのやり方をご紹介しましたが、Android のスマートフォンでも一部の機種であれば同じように行うことができます。その辺の詳しい情報につきましては、この動画の概要欄の方に日本政府の公式ページの方を貼っておきますので、iPhone ではなくて Android のスマホから申請を行いたいという方は、そっちの方をチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。